信タブレスター この世界におき今二つの力が争い続けている。一つはこの少子化時代を危惧し急ピッチに人々を愛により結びつけ一刻も早く子孫繁栄による世界平和をと願う恋の伝道師急ピッチによる力。もう一つは恋人たちの中を次々と引き裂き子孫を減らしつつ人類を絶滅させようとするフラレルワールドから来た恐ろしい失恋悪魔フリソデビルによる力である。くらえ、この話はなかったことに交戦。さあ別れろカップルども、別れろ別れろ別れろ。この息で地球上のカップルども手出しにしてくれる。いいぞその息だ。入れよエンマロングロング顎。顎、お前のその顎の魔力で多くの少女たちを誘惑し、お前の愛の奴隷と化し顎で使いまくるのだ。顎、かしこまりました。フリソデビル様。レンマ、それはフリソデビルの送り出す使いまで少年少女の美しき純情を踏みにじる恐るべき恋の魔物である。顎、これぞまさにアゴイズムというものだ。大変、これは由々しき事態だ。早くラボコメッサーになってくれるカップルを探し出さなきゃ。ラボコメッサー、それは熱々のカップルが合体することにより生まれる超ヒーローで。好きだ、シリガルコさん。私もよ、我がでモチオさん。あら、どうしてラムメーターが反応しない。へっ、まあこの程度の軽そうな女だが適当に遊んだらまた次に乗り換えるか。え、あれって大金持ちなのよね。この棚の腰になって適当に遊んだらまた別の彼氏見つけて慰謝料だけ踏んだくって別れてやろう。ああ、中身はこんな感じなのか、みんな。今キューピッチはその候補者を探している最中なのであった。え、な、何この波動どこからかしら。コイさん、そっちボール行ったわよ。任せて任せて。やったね、ボタン。明日はライブなんだ。うわぁ、またシロちゃん、君か。メンゴメンゴミンゴ、ごめん、明石くん、また私のナイスホームランが。もう、君ってやつはバスケかバレーかテニスか野球かどれか一つに集中できないのかい。しょうがないでしょ、どれも得意なんだし。そのために世界を救えるかもしれない発明が台無しだい。何よ、私だってそのうちね、ワイドのインブルドンなんだから。何よ、あ、この二人、すごい。どうして喧嘩ばっかりやってるのに、こんなにダメージが反応してる。むしろ、どうして。羨ましいわね、あなたたち。何言ってんだよ、キナデさんの方こそ。そうそう、あの立派なバイフレンドがいて。いや、待たせたね、キナデさん。お、あら、ロンゴくん。あ、噂をすればバイフレンドのお出まし。悪いけどさ、今日掃除変わってくれないかな。実は今日、ラボコメッサーをビデオに撮るの忘れてさ。え、いいわ、やっておいてあげる。そうだね、それぐらいやってくれて当然だね。頑張って、やっておくから先に帰って。どういうことなんだ。よろしくね、僕の可愛い愛のしもべよ。普通そうよ、本当に好きなら一緒に帰るはずなのに。テレビを優先するなんてなんて言って、やっぱり羨ましいな。あの奴隷か、言ってくれるな。そうだね、
こうやって夕日を二人で見つめながら、こうやって夕日を見つめながら手をつないで、でも手をつなぐのだけは勘弁してくれよ。なんたってウィンブルドンに出るような腕力なんだからね。何それ、褒めてるの、けなしたいの。さあね。こら、待て。あら、あの子って、え、あ、ねえ、いいの、こんなところで私とデートなんかしてて、木の根さんに悪いわ。いいのさ、あいつは、いわばパシリ、俺の恋の奴隷さ。でも俺は悪くないぜ、告ってきたのは向こうの方なんだからな。愛の奴隷が欲しい。ええ、もっと俺の愛の奴隷を。キャッ、助けて、助けて。バケモン。レンマ、ロングロングアゴーはその卑劣なるアゴ力で次々と少女たちを愛の奴隷と化していった。アゴー、アゴーゴー、あんたみたいな悪いやつ絶対に許さないんだから。くれ、天中サーブ。言ったわけ。ガキの分際でエンマに逆らおうとするから。エンマって何。かわいそうだが姿を見られた以上は生かしてはおけん。とどめを刺してやる。あの子たちが、あの子たちが危ない。裏へ。あ、ダブネーターがまた反応。うわぁ、なんだこの光は。あのハートの光、まさか、まさか。おい、エンマ、ロングロングアゴー、ここはひとまず退却だ。よ、覚えてこい。するためのカップルを今必死で急ピッチで探してるんだけど。次々とたぶらかし、ロングな期間にわたり顎で使ってきたレンマ、ロングロングアゴー、ラボコメサーガ、愛の裁きだ。だが、いかにも私こそ昔々のそのまた昔からコメサー、元の順調見つけっけ。最後まで言わして。ダメだ、お前は話もロングロングアゴーだから。こうして、私たちは正義の恋のスーパーヒーロー、ラボコメサーに変身する仲となりました。レンゴ、レンゴ、レンゴ、また私の来週が。おい、サラちゃん、もうガラス台いつだったら弁償してくれるんだよ。もう明日の世界の発明がまたおじゃんだよ。何よ、明日のウィンブルドに向かって砂漠先かだ。これ前途多難ね。
恋する乙女の助け呼ぶ声、人の恋路を踏みにじる踏み袖ビル、白だと証しが手を組めば何も怖くない、アームスゾン恋のお邪魔虫、恋恋恋戦士ラブコメデーサー。あなたは恋が戦いに使われることに賛成、それともアルカリ性。わあ、ビンゴビンゴビンゴ、ごめん、明石くん。また私のナイスシューガー。おお、何回目なんだよ、しのちゃん。と、それはその、なんつうか、その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 、ヘレンのその、あ、急ぎちゃん。発明クラブ副部長、くっつけ急ぎちゃん。自炊美人として、学校中の有名人なの。今日も落ち着いてるんだね、急ぎちゃん。名前負け。それに比べて、ドリカさんは。これだから初恋もまだなのさ。きー、私のだってね、私のが小さい時、工事現場で高いとこから落ちそうになった時、私を助ける長くて強い腕が。やっぱりここか。え、遅いと思ったらまたこんなところで油を売ってたのかい。きー、テニスクラブ部長フレステ袖先輩。僕なんて初恋ぐらい。え、飛行機作ってた時さ、全然飛ばずに泣いてたら突如現れた天才少女の一言で一目惚れだったな。素敵な長い髪で。長い髪。そうさ、部員のあすびちゃんも4組の虎にまたくんに一目惚れで。ええな、で今日は阪神戦見に行く約束なんです。今日はもう帰んなよ、片付けとくし。ありがとう。はて、今日阪神戦なんてやってたかな。おう、虎にまたや、軍資金ゲット、入場券ダイヤ言うてな。え、この金でまじみちゃん君とデートや。な、何あの子、で、デンマ。ま、バレそうになりゃそこはワイも関西人、ほんまといて前の使い分けでスルーやスルースルッと関西なっつうてな。大変な気分、あの殿方はどうも。エンマ双葉タイガースのように急、マジ相手の子デートするために遊びの子を選んでデート代巻き上げてる凶悪年末だ急。なんだって、許せない許せない。しのちゃん、たかしくん、変身。デートの予定は立ったか、トラ野郎。なん、なんやお前。ときめく乙女の恋心、踏みにいるやつ許せない。エンマ双葉タイガース、星野さんに代わってこのラボコメスターが成敗してくれる。阪神ファンの風上にも置けない極悪人名、クラエ必殺ラボコメスター虎狩りファー広場。何も、うわぁ、何やそれ、何やそれ。だーいこんおろし、くそ、覚えてよ。でもこいつよく見ると、この人よく見るとかっこいい、かわいい。ねえ、覚えてよ。あそびちゃん、あそびちゃんなら大丈夫、いつかきっと素敵な人が見つかるよ。そうだよ、ガンバ。そうだ、今度の土曜さ、スカッとしに私の試合見においでよ。あ、いいわね、みんなで応援に行きましょうか。あ、ごめん、その日は僕ちょっと。で、でも待って、ちょっと急ぎちゃんに相談してみるよ。え、急ぎちゃんに何の秘密。え、何秘密の相談って、まさかデートとか。忍の心は枯葉のように揺れ動いた。変身ラブコメスター。どこかで恋する乙女の助け呼ぶ声、人の恋路を踏みにじる踏み袖いる、
私が手を組めば何も怖くない。アイスゾンコーヒーのお茶まぶし、やがて恋恋恋戦士ラブコメ。急ぎちゃんがイチャつこうが別に私のには関係ないのに。ちょっとしの何をこの様は、もうあんただけが頼りなのに。ごめん、俺大根足のことは付き合えないよ。俺もやっ、そんなこと言わないで助けて。私に足を眺められたものは全て足が大根化し恋人に嫌われ大混乱なのよよよん。お次は助けて、明石くん。ちょっと悲願でじいちゃんの墓参りにね。え、でも急ぎちゃんと秘密があって。あ、それね、ほらこれ、理解ナビ、彼女の発明品なんだ。ここまでの道案内に借りようと思ったんだけど、彼女これ特許狙いの秘密作品にしたいんだって。ごめん、悲願で悲願でたなんて。よし、前進。ラボコメ参上、さあ来い。こ、来いと言われていくか。よし、このボールで。待って、そんな振り方じゃダメよ。もっと腕を伸ばして振りかぶるように。え、このセリフどこかで。ラボコメ参演劇スマッシュ。この男、二間タイガース、前回の悪事を反省し、今回大根おろしに専念中。お願い、フリリン、これ以上の悪事は。うせえ、キューピッチ、お前こそこれ以上俺の邪魔するな。え、嘘、キューピッチとフリソデビルの正体ってあの二人だったの？知らなかった。ああ、人はどうして恋なんかするんだろう。見込みなしって分かってんのに。ただいね、ただいね。でも誰かを好きでいる時ってなんだかすごく幸せな気持ちになれる気は、それだけで十分じゃないかな。例の初恋の子。まあね、けど今日の君もかっこよかったよ、珍しく。まあ生意気、待て。はは、明石くん、私のたちいつまでもいいラブコネッサーでいようね。タコでした。どこかで恋する乙女の助け呼ぶ声、人の恋路を踏みにじる踏み袖でいる。仕事と証が手を組めば何も怖くない。どこにもお茶まぶし、やがて恋恋恋戦士ラブコメでさ。そうこうしてるうちに、ジムスリは初ライブと合同合宿をすることになりました。あ、すごい、ほら、見てみて、明石くん。あ、ほんとだ、すごい、綺麗だ。あ、そうぞ、明石くん、早く早く。あら、あの人って確か天使界の王子として世にたどろく楽圏なら絶対に間違いない。でもなんでこんなとこにあの天才少年が。え、こっちに来るよ。ミス、恋しのぶ、あなたの実力を見込んでここまで来たんです。え、僕と生涯のダブルスを組みにカナダまで来てくださらいませんか。それってマジやプロポーズ。
んじゃないかな。絶好のチャンスだと思うし。え、でもさ、ほら私がいないとほら寂しくて。ラブコメスさんは誰とでもなれるよ。そっか、あ、そうやね。愛情さえ合えば。けどな、私も軽く見られたわね。じゃあ早速代行頼むわね。出ておいで、急ぎちゃん。これからはラボコメスさんが肩割りとして明石君をサポートしてあげてね。え、そんな急ピッチな。大丈夫、明石君は急ぎちゃんラブ絶対相性いいって。しのぶちゃん、わかった。これから才能を開花させる君を足止めなんてしたくない。さっさと行けよ。明石くん、何、明石くんのバカ、そんななかったの。私の名、明石くんへの存在価値って。それでいいのかい、何も伝えずに。先輩、いや、振り袖ビル。いい加減、意地の張り合いをやめたらどうかな。テニスをやる君らしくないひどい試合だな。恋愛選手のペアだからってお互いラリーばかり続けてラブで終わるつもり。勝ち負けを恐れずにそろそろスマッシュに入ってみては。振り袖くん、ありがとう。私のにチャンスを。どうかな、サーブボール速度計、それからこれが両足ギプスの。さっきから発明の話ばっかり。デートしてる女の子とする話じゃないわね。え、キューちゃん、それも気づいてた。愛野くんの発明の話、みんな誰かさんのためのものばっかりよ。もう自分でも分かってるんじゃないの。喧嘩ばっかりしてても誰が一番のその発明の母なのか。キューちゃん、さてそろそろ僕とカナダに行こうか。ビンゴビンゴビンゴ。えテニスをやるにはやっぱり毎日喧嘩ばっかりやって、私の名ファイティングスピリットに本当の火をつけてくれる。しのぶちゃんじゃなきゃダメなんだ。とんだピエロだったな俺たち。そうね、でも本当にあんたたちって世話の焼けるやつらだよな。まあとはいえ我々も人のことは言えんかな。キューちゃん、そうでキューね。フリリン、もう逃げずに気持ちを伝える。私もキュー。フリリン、というわけであとよろしく。よろしく。レンマ結婚詐欺、私こそアッケンナーを仮の姿とする。そう、今までの話は全部嘘だ。ひどい、あんた一筋だったのに。どこがや。よし、じゃあ変身だ。シノちゃん、明石くん、新生ラブコレスター、リバーシブル、両思いバージョン。鍵にはこの新技、自然車涙の雨を振り込め、オレオレスパーク。良い子の皆さんへ、水気のあるところでは絶対にビームを発射しないでください。明石くん、カナダ行きの話は本当だったの。外国のコーチからスカウトを何度もされててね。でも今度、正式に断るの。やっぱり私のこの国大好き。騒がしいけどキューピッチや振り袖くんがレンマがいるこの日本が好きよ。もちろん明石くんも。ずるいよ、僕が先に。やると思ってたのに。